株式会社来来亭は、滋賀県野洲市に本社を置く、飲食事業者、並びに同社が運営する日本のラーメンチェーン店。もともとは、京都府京都市伏見区深草にあったラーメン店で、経営不振により閉店していたものを、豆田俊則が引き継ぎ、現在の来来亭を創業させた。来来亭のラーメン、京都風醤油ラーメンを標榜しており、醤油味のあっさりした鶏ガラスープに背脂を入れているのが特徴で、麺は細麺を使用している。客の好みに合わせ、麺の硬さ、醤油の濃さ、背脂の量、一味唐辛子の有無、ネギの量、チャーシューの赤身、脂身を選べる。また、梅干しを無料で提供している。醤油味をベースとしたラーメンには鶏ガラを長時間煮込んだこってりラーメン、チャーシュー麺、ワンタン麺、キラー麺があり、醤油味以外のラーメンには味噌ラーメンや唐辛子を多用した激辛ラーメン、胸新麺、夏季限定の冷麺、2014年4月から追加された塩ラーメンがある。スープはセントラルキッチン方式ではなく各店舗で仕込んでいる。店舗の大半が駐車場付きのロードサイド店舗である。店舗の看板は黄色を基調とした配色である。のれん分け店舗も含め、2018年12月現在、新潟県から鹿児島県にかけての35都府県に出店している。2000年代後半頃までは、関西や中京圏、中国地方等西日本中心に出店してきたが、2010年代に入ってからは、静岡県以東の東日本の出店も増加している。県別の売上高は、愛知県がトップで、店舗数も本社所在地の滋賀県や同県を含む関西6府県地域の各府県を上回り、愛知県が最多である。なお、山口県、四国地方、福岡県、熊本県の店舗では、価格が数十円程度安く設定されている。ありがとうございます。